まあ、技を一つ落としても難度は十分というところが、まあ、王国もソ連の素晴らしいところですね。さあ、ボギンスカヤの後は今度はルーマニアのエースのシリバシュ。これもさっきのドブレ選手を見てるんです。あ、ちょっと変わりましたね。手離すようになりましたね。この平均台、ソウルオリンピックの金メダル、4年前のモントリオール、世界選手権でも金メダル。シリバシュ選手の平均台も定評がありますからね。もうびくともしませんから、今回もどうでしょうか。うん。高点飛びの後、2回連続の後方伸身の手がありでしたね、はいはい。もちろん最高級難度の D で、シリーズ加点という組み合わせの加点があります。珍しいですね。ちょっとぐらつきましたけれども、ボギンスカヤと、まあ、世界の女王を争うであろうこのシリバシュ。今情報ですが、先ほどボギンスカヤ段違い平行棒で10点満点を出したという表示があります。ここからフィニッシュしますね。抱え込んでのダブル。